えー、コロナが流行し、あらゆる給付金がばらまかれています。周囲の子育て世代は助かるわ、とのたまっていますが、これらは全て税金から出ているという現実を認識しているのが疑問です。数年後には大増税がスタートし、自分らの子供にあらゆる負担がかるとどうしても想像がつかないのか、低所得者層にばらまき、中間層以上から税金を負けに行きます。システムは本当に高栄だと思います。えー、力さんご意見聞かせてください。うちは1200万円世帯で1万割を食ってるそうです。えっと、長期的な話でいくと、子供が増えた方が、あの、税収が増えるんですよね。要はあの、人口が減ってる国って経済規模が小さくなるので、 なので、あの、子育て世帯が、あの、給付を受けることで、結果として人口が増えて、経済規模が維持できるっていうのもあるので、なので、経済の話で行くのであれば、子供世代にお金をあげるっていうのは正解だと思います。なので、あの、マトさんがやるべきことは、子供をさっさと作ることです。はい。 日本社会がこうした方がうまくいくよねっていう話をされてらっしゃると思うので、その中間層からお金を巻き上げるのが日本社会に良くないっていうご意見だと思うんですけど、子育て世代にお金をばらまいた方が長期的には日本経済、日本社会良くなるって話なので、日本社会を良くしたいというのであれば、その山戸さんも子供を作って子供世代にガンガンお金が行くようにするって話にした方がいいと思うんですけど、ただ僕も1200万円世帯の給付制限をするっていうのはどうかなと思ってます。 では、金持ちの方が、ちゃんとした子供を育てやすいので。